負けはしたし非常に気分も良くないですけど、アウェーで2点取って帰ってこれたっていうのは収穫ではないかなと思います。まあ、前半みんなでまとまってプレーできたことはすごい良かったかなと思います。もともとねまとまりがあるチームで、まあ、そこにこう渡辺監督のそういうエッセンスというか、まあ、そういう攻撃的なところっていうの、まあ、システムも変わりましたし、まあ、そういうところがだいぶ浸透してて、まあ、誰が出てもいいパフォーマンスができるようなチームになってると思う。やっぱり前線の選手は本当うまいですし、すごく嫌なポジショニングをしてくるので大変だったなと思います。やっぱりあの1点2点やっぱり自分たちが先に取れればゲームも大きく動いてくると思いますし、とにかく自分たちが自分たちらしくどれだけできるかっていうところがポイントだと思うんで、とにかくそこの姿勢は、まあ、リーグ戦と変わらずにやりたいと思います。まあ引かずにしっかり行くのか、みんなで守るのか、まあ、チームでみんなで意思統一してできたらなと思います。どれだけ自分たちを信じてね、自分たちのサッカーっていうのをこの間の、まあ、後半以上のパフォーマンスを出せるかっていうところだと思いますし、そこが出せればやっぱりしっかり点も重ねれると思うので、まあ、ポイントはそこじゃないかなと思います。まあ、僕はディフェンスなんでまず失点しないことを考えて、まあ、プレーしたいなと思います。誰というよりも自分がやっぱり決勝に連れていくんだっていう強い思いをそれぞれがしっかりやれたときに初めて決勝に出れると思います。奥の選手ですかね、やっぱり真ん中中盤のところで潰してくれればむしろはすごい楽なんで、まあ、奥野がいつも通りやってくれればすごく助かるなと思います。いやもうやるだけだと思うんで、はい、みんなで一丸となって仙台に勝って決勝に行きたいと思います。勝てば上に行けると思うんで、とにかく勝つことだけを考えて勝って、チームの歴史を変えたいなと思います。